操作アットさん、操作ライブ、コメントアイテムよろしくです。MMURL。もうね、もうショックしかないわ。ショックしかないわ、本当に。落ちたの？最後の最後でだってさ、押し間違い。そう、押し間違い。あれ上がってたらトップだったのにさ、押し間違えたからさ、本当にさ。桜姫に関西小滝さん、秋菜のスマホ重い。秋菜のスマホ重い。うん、それはね、あの、僕はどうにもできないです。ん？何？ちゃん？違う違う、アキナのスマホ。にゃんのね。うん。電子レンジチンしたらいいよ。電子レンジチン？そして、みかげちゃんがいないね。あ、そっか、一回落ちるって言ったのか。ちょっと落ちます、だから。んだ、うん。みかげちゃんとこは今夕方5時だね。ご飯かな。ご飯、間もなくご飯の時間かな。うん、変な感じで。間もなく夕飯だね。うん、だってね、夕方、あのね、バカみたいな盛り上がりしてるときに、うん、朝からすごいですねって来たもんね。いや、朝じゃないんだよねって。バリバリ夕方なんだよねっていう。だってさ、夕方あれ4時ぐらいでしょ、4時5時でしょ。ってことは向こうだとまだね、朝のね、5時、4時、4時として朝の8時9時なんだよ。いつでもね、あれこんな感じだけどね。うん、みかげちゃんにとっては朝一こいつら何喋ってんだなんだけど、うちらからしたらもうこれから夜の時間だよっていう、うん。ね、そんな感じなのさ、うん。で、あと一人誰じゃい？こっちかもしれん。マジで？うん。じゃあ、今夜やろうかなと思ったらまだ。確認して。うん、いるよ。君だね。夜桜姫にヤン関西小パチさん、え、誰？あ、にゃん。夜桜姫にヤン関西小パチさん、あ、俺か。おお、あれなんか2に増えたけど。うち出たよ。出た？今1になったでしょ。いや、今2だ。じゃあうちじゃないよ。出たよ。うん。夜桜姫にヤン関西小パチさん。どうしたの？にゃん、どうしたのその表情は。あ、そうだ、にゃん、あの、北急いたじゃん。あれにそっくりさんにね、フォローされてた。うん、みたいです。もう勘弁してって言われた。なるよね。夜桜姫に、やん、関西小パチさん、マジか、逆三角ウィンスマイリー。うん、うん、らしいよ、ほんとに。ね。多分ね、ブロックしても意味がないのよ。うん、ほっとく。あいつはもうだってほら、あの物事の良し悪し分かってないから、うん、うん、来るのは来いってな感じだよ。粘着がすごすぎる。すげえな、鮫島以上だな。2年だよ、2年。2年も粘着、すげえよそれ。やばいよ。きつい、厳しい。にゃんに送り込もうかな。だそうですよ。にゃん聞いた今。リンリンがにゃんに送り込もうかなって言ってるよ。あんだそんなことしていいと思ってんのは。夜桜姫にやん関西小パチさん、そんなことしたらどうなるか。え、にゃんどうなんの？どうなんの？どうなの？教えて。まず海田にぶっ殺されるね。うん、まず、うん、まあ、海田にぶっ殺される。まあ、そこはまず一つあるね。
夜桜姫にヤンパンサイコパチさん、グミパンに何されるかわからないよ。予想通りだね、うん何されるかわかんないよっていうか、ぶっ殺されるね。それは任せた。うん、だってこの間さ、また仲良くしたいんだけど、いやいや、お前謝るのが先じゃないのって。まあな、夜桜姫にヤンパンサイコパチさん、あの子怖いから。どっちがグミタン？でも怖い。グミタン今日来たよね。うんうん。夜桜姫にヤンパンサイコパチさん、グミタン。なるほど、ニャンが怖いと恐れる存在。何が怖いんだろう。うん、夜桜姫にヤンパンサイコパチさん、怒らせると止まらないから。うち怖くないじゃん全然。いや君もだって怒らせたら、君の場合はね、何するか分かんないからさ、どういう行動に出るか分かんないからさ。夜桜姫にヤンパンサイコパチさん、グミタンも何するかわからない。うーん、なるほどね。ね、夕方の枠ではね、みんな気づいたらグミタンまで巻き込んでるっていうね。あれびっくりしたよ。びっくりしたよ。マジで、お前だよ犯人は。あんと思った。やらかしたな。まあいいやと思ったけど。いいのかい。あれね、当初は YouTube に上げようと思ったの、うん、ね、うん、やめた。上げちゃえばいい。あれ上げるとね、ややこしくなる。超ややこしくなる。楽しい枠なのに。うん、楽しい枠なのにって言うでしょ、うん、超ややこしくなるのあれ。夜桜姫にヤンパンサイコパチさん、グミパン普段は優しいから大丈夫だけど、俺に何か危害あると何するかわからない。なるほど、これはね、どうしようもないね、うん、警報出た。競馬？警報。警報？嘘、気仙沼？うん、何警報？警報。わお、とうとう気仙沼地域にも暴風警報が出ました。じゃんじゃん。もうね、怖いね。夜桜姫にヤンパンサイコパチさん、ね、豪雨警報は来てた。違う。それ危ねえんじゃねえの。いや、それは危ねえよ。夜桜姫にヤンパンサイコパチさん、特に何もなかった。違う。まあ、特に何もなかった。ね、これね、タイトル。夜桜姫にヤンパンサイコパチさん、豪雨警報は来ても緊急地震速報は来ない。どうもエクスペリア使いのにヤンコロリンです。ああ。この間地震速報来んかった、あれ来んかったよね。うん。地震が来ます。エクスペリア使いのにヤンコロリン。ああ、豪雨警報は来ても緊急地震速報は来ない。もうね、緊急地震速報はね、もう聞きたくない。あれは嫌だ。もうあの音、本当にね、トラウマ。夜桜姫にヤンパンサイコパチさん、俺もあの音なしまこと。うん、あの音無理だね。あの音無理だわ。グイーンって音が。
グイーンって音はって、どういうこと、グイーンって音はって、ブイーンって、やめなさいってのもう本当に、うん、グイーンってどういうことよ。もう本当にあの音は俺も無理だわ。うん。いやでもね、夜桜姫にヤンパンサイコパチさん、初めて聞いた時から無理になった片隅シェレ肩。あー、俺震災の時でもう無理になった。あの震災の時はさすがにもう無理だ、あれ柄はもう。夜桜姫にヤンパンサイコパチさん、聞くとね、内臓がムズムズするようなゾワゾワするような感覚が襲ってくるから、片隅シェレ肩。なるほど。まあそういう人もいるわな。夜桜姫にヤンパンサイコパチさん、同時に恐怖が襲う。ああなるほど。同時に恐怖が襲う。ああ、分からなくはない。てかあれ本当怖いもん。あれ？あれ？うんとね、YouTube にね、さっきのやつ限定公開であげたんだけど、なんかね、上がってない。もっと見る。アップロードに失敗しました。嘘やん。夜桜姫にヤンパンサイコパチさん、 YouTube 出すの？見るわ M。 ね、見るわっていうかね、俺出してるんだよね、結構ね、結構出してるのよ。あーはい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 。ただね、限定公開だから、あのね、 YouTube もね、操作チャンネルで、うん、あのやってるから、そうさ、あのオスのマークないけど、うん、あれでね、結構ね出してるね。結構面白い動画あるよね、うん、うん、ヒトラーとかヒトラーとかヒトラーとか面白いよね。夜桜姫にヤンパンサイコパチさん、確か前にチャンネル登録してたと思うけど。あ、マジで？最近ね、ただあね、相方とラーメン食ったとか、あの大浦屋でお菓子買ったとかね、そういうのはあるけどね。うん、そういうのはある。
夜桜姫にヤン関西コパチさん、アカウント変わってなければ。アカウント変わってなければ、ほう、片隅市片さーて、この枠終わったら寝るべが。うん、え、にゃん明日仕事なの？うん、明日さすがに休みだろうね。まあね、この台風だったらね。夜桜姫にヤン関西コパチさん、ヤンすでに夏休み黄色いハート。夏休みだって。本当、仕事辞めたの？辞めたのかな？かな？夜桜姫にヤン関西コパチさん、辞めてないけど M。うん。やめてない。あれかな、もしかして職場の夏季休暇、夏季休暇に入ってんのかな、もしかしたら。暑すぎて。違う、夏季休暇ってあるの？あるじゃん。夜桜姫にヤン関西コパチさん、夏季休暇だよ、左向きの三角、ね、うん、あるよあるよあるよ、普通に。お盆の？うん、あ、お盆のね。あの会社にもよるさ、夏季休暇が1週間ぐらいある会社もあれば。夜桜姫にヤン関西コパチさん、そうじゃなかったらここまで起きてないだよね。あの夏休み、あのお盆の期間中だけっていうところもあれば、まあ、1週間ねずったり夏季休暇ですよっていうところもあるから。うん、そうなのよ。夜桜姫にヤン関西コパチさん、あと夕方もいない。夕方っていうのは君今日がっつり夕方いたけどね、ここに君今日がっつりいたよね。だったらね、あ、まあ本当だったらね、うん、今日はがっつりいたけどね、うん、がっつりって散々荒らしてくれたけどね。あ、でもあのボスここにいるから、うん、夜桜姫にヤン関西コパチさん、仕事あれば夕方いないよ。あ、まあまあそうだね、仕事中でもあるよね。うん、だって俺さっき夕方の枠なんて仕事中だからね。夜桜姫にヤン関西コパチさん、ボスリン。ボスリンだって。何でこんなおとなしいに使われて。ヤン聞こえた今、おとなしいのだって。じゃあおとなしい。え、何、気仙沼は、一ノ関から気仙沼まで帰ってくるのに反対方向行った人が。それは方向。うん、帰ってきたかった。どこにいるのっていう問いに対して、どこにいるので返してくる人。うん、うん、夜桜姫にヤン関西コパチさん、リンリン今はおとなしい。うん、おとなしい。何でか教えてあげる。つむつむやってんの、ずーっとトークに参加せずに。トーク参加してるよ。してないよ。夜桜姫にヤン関西コパチさん、今はバックスラッシュ広瀬、ここ重要。うん、今はが重要ね。だそうです、お姉さん。何？なんか今はおとなしいんだって、リンリンは。明日もおとなしいよ。この1週間多分おとなしいよ。遅いな。この1週間はね、超おとなしいよ。夜桜姫にヤン関西コパチさん、寂しい時落ち着かなくなるリンリン。うん、だね。そんなことないよ。扇風機切れましたけど。だって7時につけて切れるでしょ。7時帰ってきてさ、ご飯炊いてダッシュで風呂入ってさ、うん、上がってから夜桜姫にヤン関西コパチさん、夕方は寂しくて荒れてたのかな、違う。そうなの？夕方？うん、夕方は。あ、事務所っていうか教室おるときね。うん。いや。教室いるときは荒れるよね。
眠かったの？眠かった？うん、眠いと荒れるのかい？うん、うん、だね、うん、そうだね、超眠かったからさ、うん、変なく一人でケラ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 笑ってて、みんな変なことばっかり言って、いや、あんたもだよ、あんたも言ってたよ、うん、何を言ってんだ。夜桜姫にヤンパンサイコパチさん、眠いと深夜テンションになるリンリン万歳、うん、リンリン万歳万歳ってね。だってさ、夜あんだけさ、うん、強かったのにね、今全然だもんね。全然だって1年前ここにね移住してきた時なんかね、うん、夜寝ないでさ、まあ多分ニャンもね、あの話してた一人だと思うけどね、夜中人寝てるときさ、隣の部屋からさ、思いっきり話し声聞こえてきてさ、あれまだ付き合う前だったからだけどね、あ、うるせえなって思ったもんね、俺ね。言うぞ。やめよう。やめよう。うるせえなって言いながら自分は。悔しがってます。悔しがってます。リンリン悔しがっております。さて、寝ますか？まだ12時半だよ。疲れたって言ってらっちゃう。ゴロゴロ、だからゴロゴロしてるじゃん。夜桜姫にヤンパンサイコパチさん、移住当初リンリンは騒がしかった、そして今はおとなしい03903キューフは。じゃあ座ってたらね、ここにどうしてもやっぱ負担が来るの。うんうんうん。で、ゴロ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 してるじゃん。うん。マッサージしようと。今噛んだけど、噛んではいない。キャって何ですか？キャって何ですか？マッサージしたいわ、キャって。逆にしてあげるよ。ムカつく、ムカつく。ああいうこと言うんだよ、あの人は。ね、今の今までつむつむやっとったくせに。本当に。夜桜姫にヤンパンサイコパチさん、リンリン先生に玉マッサージ。やめましょうね。今そしてトイレに入ったからね、今ね。お花摘みに行ったの。なんか俺も今日疲れた。明日もっと疲れっからさ。夜桜姫にヤンパンサイコパチさん、お花つまみか。お花つみ。はばかり。はばかり。はばかり。一瞬考えたけど、はばかり。お小水。うん、言うと思った。夜桜姫にヤンパンサイコパチさん、また下ネタラッシュが再来するのかな、3人揃ったら。うん、やめようね。でもさ、まだあれ大人仕様じゃない？いや、いや、あそこに出てペイアン加わったらまたさらにパワーアップしてたよ。ペイアンだもんだって。違う、うちおとなしくしてたのよね、うん、あやちゃんから始まったのよ、うん、ね、じゃあこれ乗ってあげない意見がと思うじゃん、うん、今噛んだよね、うん、今噛んだよね。だなんかみんなね言ってきたもんやっけ、今噛んだよね。だって三影さんもさ、うん、ね、処女じゃないよ、あの子。何を言い出すんだ、急に。ダメだって、そういうこと言ったら。夜桜姫にヤンパンサイコパチさん、黒幕、ボス、ニャンニャラコンビの4人揃うと半端ない黄色いハート。だって一番そういう話好きなそうちゃんでしょ、うん、そしてね、うんうんうん、ニャンな、あの 4人はな、コンビとは言わない。4人はコンビって言わない。コンビって2人だから。ミーヤン、いやいや、でもミーヤンも好きそうだけど。ミーヤン好きでしょ。うん。ユーママ好きでしょ。うん。がっつり好きだよ。がっつり好きだよ。夜桜姫にヤンパンサイコパチさん、ニャンニャラコンビバックスラッシュ広瀬、ここ重要。あそこね。そこのコンビね。グミタンも未成年だよ。そうだよね。うん。うん、ただね、うん、あの、間違えちゃいけない。あの、みかげちゃんはまだ中学生だよ。大丈夫だよ。大丈夫かいな、うん、
でこんなさ、いや本当に嫌な嫌なら、うん、ね、夜桜姫にヤン単サイコパチさん、グミタンも変態だから安心して M、うん、全然安心してる、全然大丈夫、あれに巻き込まれてね笑ってる段階でね大丈夫だと思う。いやそういうことね結構ね、うん、盛り上がるんだって。盛り上がるね、ね、結構あの入った人数も多かったでしょ。多いね、うん、あの時結構入ったでしょ、うん、今どうだ、合計で3人だぜ今夜桜姫にヤン単サイコパチさん、そういう枠ほど人来るんだって M。 そうそう、まあね、うん、それはそれはそうだけどさ、なんかさ違うどういう枠に。夜桜姫にヤン単サイコパチさん、嫌な人だったら無言落ちしたりする。まあね、そうそう、どういう枠目指してたの、うん、純粋な枠、うん、無理無理無理です、無視が変態。夜桜姫にヤン単サイコパチさん、けど結果的残ってくれてた人多数。確かに、ね、そこで足の爪を切り始めるボスね。だってさ、こう気になったらダメじゃない。まあね、うん、爪の生え方変じゃね、半分に巻き爪っぽくなってるの。夜桜姫にヤン単サイコパチさん、ここでグミタンの友達のお姉ちゃんの一言を。はい、一言、はい、どうぞ。その一言気になるけどね、どうぞ。うちね、そうちゃんの爪の方もっと気になる。夜桜姫にヤン単サイコパチさん、人間全員変態だ。あ、それは言えてるね。切ってってこと。いやいや、自分で切るよ。無理だよ、人の爪切れない、怖い。だしょうね、うん、足伸ばしてるだけ、足がね、むくむので、ずっとむくんでたじゃん、うん、ね、うん、こっからだって。あ、マッサージしてやるよ、お前さ。夜桜姫にヤン単サイコパチさん、だから下ネタ枠でも平気ということ、情によりダメだが、場によってはダメだよ、それは確かにね。あの、ただそういうネタが苦手な人だっているからね。あ、うちみたいにでしょ、バカタレ。うち苦手なの分かんない、おだつなよ。でもそういう人はすぐ出てくじゃん。うん。あんた、どん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 さ、いろんな人巻き込んでさ。いや、そっちの方がさ、入り込みやすいじゃん。うん。で、グミタもさ、今日、うん、ね、正直、夜桜姫にヤン単サイコパチさん、一番チンチョマンチョ言ってたの、リンタロウ。いや、君だよ。で、ねえ、ね、矢印の分でさ、うん、ね、入りやすくなっとるわけじゃん。うん。矢印の分。夜桜姫にヤン単サイコパチさん、039039ふわふわじゃねえよ、ふわじゃねえよ、本当に君だよ一番言ってたのは。でこれ人ね、すっかけようとしてんだよ。今日はね、むくんでない、むくんでないね、つねりやすいね。夜桜会代表にヤン単赤のハート、グミタンアット039スゲラップ、カピバラ一家アンチームマーニアさん、手の甲を手前に向けて舌を刺す人差し指、色白の肌、純粋な17歳です。夜桜姫にヤン単サイコパチさん、みたいな矢印込めね。寝言だね、まあ矢印込め、うん、そうだけどね、にゃん、それね、言ってることがね、寝言だよ。うん。願望。願望だね。願望だね。にゃんイコール変態。大丈夫、リンイコール変態知ってる。操作イコール真面目。寝言でした、はい、よくできました。はい、キュウリつくよ、なんでや。夜桜姫にヤン単サイコパチさん、タモリンには負けるよ、同じパーシャル、デヘペロ星。ニチンとキュウリ、ナスビはさすがにないけんね。ネギ、ネギがいいの。いやです。いやです。じゃあ人参とキュウリやったな。いやだよ、どっちもやだよ。夜桜姫にヤン単サイコパチさん、ゴーヤでいい、占い。にゃん、ゴーヤがいいって。夜桜姫にヤン単サイコパチさん、ゴツゴツで。でもさ、ゴーヤ痛そうじゃない？痛そう。ねえ。うん、あと30秒だよ。キュウ、あ、人参やったらさ、先ちょっと尖っとくべきさ、スーっていくそうじゃない？うるさいな、スーって言うなよ。どういうことやねん、もう本当に。やってみる？やんない。やってあげようか？やんない。うん、ブレザーです。痛い。
夜桜姫にヤン関西コパチさん、エンチョチン。ね、エンチョチンしない。しないけどなんかコイン溜まってる。エンチョチンになっちゃった。もう。夜桜姫にヤン関西コパチさん。ね、悲しい顔してるけどね。夜桜姫にヤン関西コパチさん。泣くな。夜桜姫にヤン関西コパチさん。お、おどやら。延長なってたよ、延長。うん、なんかね、なんか誰か一人夏季休暇の時にコンティニューコイン1枚投げてんのね。にゃん君かわしはもう眠いぞ。夜桜姫にヤン関西コパチさん、さりげなく投げた。さりげなく投げたの、本当だ。さりげなく投げてるね。はい、はい、マジか。わお。もう本当にね、さりげなく、さりげなく投げてたよね。夜桜姫にヤン関西コパチさん、さすが俺天才だわ、えへへ。なんか自分を天才と言ってる方がいらっしゃるんですが、林先生、いいよ。自分を天才とおっしゃってる方がいらっしゃるんですが、スケベの天才でしょ。あ、スケベの天才ね。あ、なる納得。うん、納得、うん、それは納得、うん。外うるせえし。これあれだね、スナックリンだね。今12時半。12時半。夜桜姫にヤン関西コパチさん、スナックリン。そう、スナックリンってあんのよ。スナックリンってあるんですよ。なんか麦茶沸かしても沸かしてもいっぱいいるね。だね。うん、閉まってる。何が？こんな届きが。ああ。デバカトですよ。デバカトですか？うん。え、じゃあ毎日、いや、何してんの？何してんのって。ベースに遊びに来てよ。うん、ベース来よう。あのスナックリンって本当に向かいにあるもんね。うん、ベースに遊び来てよ。コメント打ちに来てよ。そう、ハートあげに来てよ。夜桜姫にヤン関西コパチさん、ベース違え。うん、ベース、お、あのふわっちの方のね、あ、こっちも乗ってっかな。うん、確かに乗せてるはず。確か載せてるはず、うん、なんかね、ゲーム始める人もいるしね。あ、俺もか。この位置は厳しいね。
夜桜姫にヤンタンサイコパチさんベース、そうベース遊びに来てや、ほんまや暇なのよ、暇じゃないけど暇なのよ、そうそこミソね、夜桜姫にヤンタンサイコパチさん遊びに違う、そう遊びに遊びにおいでよ、遠いよ、送られた。夜桜姫にヤン関西コパチさん性別選択その他にした。性別選択その他。やるね。うわ嘘。よし。おー。あと一撃、あの選択が違うね、性別選択ね、そっちの選択になっちゃったね、ちょっとそれはちょっと違うね、うん、ふわーふわーふわー、何フォーフォーって、はあ、なんとでもね、夜桜姫にヤン関西コパチさん、はあ、フォローした、 ありがとう、ありがとう、どんだけ打てる暇なのやってね、ね、そういう言い方はね、お口が悪くなっている、ここか、よし、ファイヤー、見えねえ、ファイヤー、新英さん、こんばんは、あー、みかねちゃん、こんばんは、新英さん、やっと変わった。やっと変わった。おお。やっと変わったっていうのは、やっと変わった？あ。誰それ？新英さん、ロンドンの夜景。あ、ロンドンの夜景か、なんか見てみたい気もするけどね、遠いのよ、ザコはけるって何、うん、
あ、間違えた。ワン。さあ、なんかすごい会話が飛び交ってるよね、そっちはそっちでね。静かな枠になってきたね。花火一体480メートル。花火中大設定4800。ほう。なんかイライラする。ザコに負けていいかって、お前そう言ってたらザコに負けるんだよって。結局投げさせようとしようみたいな。出たのに、なんでさ、うん、もうだけど、なんでさ、出たのに食べるの、あいつは。だからで、にゃんが静か、うん、にゃんが静かになってた。だって今、出てるのね、バック。うん、なんで鳴るの？何が？だって今枠出てるのね。うん。喋ってる。夜桜姫にヤンパンサイコパチさんバックスラッシュイヤン。イヤンじゃないよ、本当に。もう全然ダメこの会話。うん。なんか鳴ってるし。今アクロさんのライブのあれが来た。マジで遅くない？ライブ通知。うっそ。新芸さん、まだ明るいけど眠い。マジか。あ、まだ時差ボケあるのかな、もしかして。まだ明るいけど眠い。そちらは5時かな、今夕方の。イギリスは夕方の5時か。新芸さん、17時くらいです。あー、やっぱりね。夕方の5時って、日本時間の夕方の5時って、俺車運転してたな。5時半から授業だったから、なんか変な感じでしょ。そう、変な感じ。
いや、時差があるってこういうことなんだなと思って。うん。夜桜姫にヤンパンサイコパチさん、荒れてたのは。うん、日本時間の夕方5時はね、私の枠は大荒れに荒れてた頃なんだよ。私、あれだよ、使う、ミーティングルーム、ミーティングルームがほら教室になるから、ミーティングルーム入った瞬間にね、なんかね、あーってなったんだよね。やるかーみたいな。そう、今日授業中にね、多分アリーナの方使う人なんだけど、ジャージ姿のね、いかにも私今運動してますっておっちゃんが普通にノックしないでガチャって入ってきたのね、ガチャって入ってしばらくかと思って、あ、すいませんって出てたのね。しんべヱさん、手の甲を手前に向けて舌を刺す人差し指、主犯。何だったんだって。おっと、みかげちゃんがそれやり始めてきたぞ、主犯って。そう。そう、みかげちゃん正解。うん。主犯、こいつ。あ、大丈夫。みかげちゃんもう一人で。夜桜姫にヤンパンサイコパチさん、手の甲を手前に向けて舌を刺す人差し指、色白の肌、巻き込まれた人。おっと、にゃん返してきたぞ。それに対してリンリンは何もしない。ゆうママさん、まだやってた。そう、まだやってました。あのね、長いです今日。今日長いです。はい、しんげいさん、アットシーキヨ0211こんばんは。うん、ゆうママはもう終わったの。りんちゃん、天使さんのところに来てくれたよ。ああ、さっきね、ゆうママさん、アット F106 兆4086億5696万6366、こんばんは。ゆうママさん、イベントすご。イベントすごい？なんだっけ、トラックのやつでしょ？うん。あれね、俺イベントやってないからだけどね。ゆうママさん、そう、トラック。うん。課金系のトラック、課金系のトラックじゃねえ。課金系のイベント無理。うん。ゆうママさん、5日間らしい。5日間でしょ。もうみんなコイン投げろ、コイン投げろな、あ、コインじゃねえや、アイテム投げろ、アイテム投げろになってたじゃない。だってゆうママさん、1個だけ投げてあげた。マジで？すげえ。だってあれ花火より高いんでしょ。でしょ。いや、トラックは違う。トラックは違う。1台470円。それでも高いわ。ゆうママさん、480円。400、どっちがったね。480円だって。もううじらはもうそういうイベント無理。うん、ほんと投げてもらったら無料アイテムやもん。うん、あれだよ、もうだってさ、いや、そういうイベントに左右されんだったらキャスでのんびりやった方がいい。ゆうママさん、約束してたし、パフェ投げてくれるって言ってたしね。どうなんだろう。今それはね、当てにしちゃダメだよ。うん、それ当てにしちゃダメ。ふわっちは特にね、うん、釣りだよね。うん、それは当てにしない方がいい。ゆうママさん、うん、別にいいよ。いいのかい。うち無料アイテムしか言わない。無料アイテム集めて延長チケットになったりするけんね。うん、俺も別にフワッチの方がね、延長できんだよ。ただね、フワッチはね、重たい。うん、それはある。重たい。バグがすごい。うん、で、傍らでベッドでもう YouTube 見始めてる人いるし。ポイントで延長チケットも買った。ああ、交換ってやつでしょ？うん。もうね、ゆうママさん、そう、うん、ただあれ本当にお金目当ての人、うん、そういう人が多いのがふわっちだから。じゃあのんびり配信しましょうっていうのはキャスなんだよね。ゆうママさん、ポイントでアイテム買えると良いのに。うん、ポイントでアイテム買えないもんね。そう、ポイントでアイテムは買えない。で、俺はもう多分キャス多めになると思うけど、うん、これからね、キャスだとね、YouTube と連動できるのよ。ゆうママさん、ポイントちょこちょこ貯める。ああ、
俺知らなくて、ほら YouTube 出身じゃない俺って、そう YouTube にかあの戻ろうかなと思ってたけども、この配信もやりたいなっていう、その2つができんのよ、うん、キャスだとフラッチだとできないんです。あれそれ今もポイント貯めてね、Amazon で買い物できるよ。そうだよ、今はそうなんだよ、ポイント貯めてさ、今リンリン言ったけど天岐阜に買えることできんのよ、 Amazon でお買い物できんのよ。なんで私はなまってんの、うん、夜桜姫にヤンタンサイコパチさん、マジか、マジユーママさん、 Amazon ギフトの知ってる、あ知ってた、でニャンはそれ知らなかったね夜桜姫にヤンタンサイコパチさん、よしちょいちょいやろ、キャスだったらあれだよ、キートス、うん、うん、キートスあれコミュ作んなきゃいけないんだよね、企画やってさ、うん、だ目的がないとダメなんだよ、うん、キートスもなくなるっていう話が出てるね、うん、あーお茶ありがとう、おっちぇね、うん、おっちぇ完全に大手さんのパクリなんだよねこれね、うん、申し訳ないなと思いながらやってんだけど、ゆうママさんお茶よりお酒飲んでます、キューパー飲んでます今、お茶バックみたいね、ゆうママさんあらストロングね、ストロングじゃないこれもぎたて、夜桜姫にヤンタンサイコパチさん俺せい茶生茶ね、はい、あなたは未成年でございますね、糖質ゼロスピリッツ発泡酒もぎたて収穫後24時間以内、ゆうママさん読み上げバカ作中ね、読み上げバカそれはねどこも同じ、読み上げがねそれなのはどこも同じさ、 どこも同じしちゃって噛んじゃったけどさ今でもそんなもんだ、ゆうママさん、うん、どこも一緒だね、どこも一緒一緒、うん、だったらもうなんだろうね、ただやっぱり俺の中ではやっぱりこう YouTube とあの連動夜桜姫にヤンタンサイコパチさん、ウマルもビールも生が好きって言ってる人前にいたのは、あそうなの、あのねゆうママさん、りんちゃん薬効いてきた、薬効いてきただってよ、うん、うん、アオロゴナイト見てたのね今、だからね、それ仕事中にやりな、いや仕事中は仕事やってるけ、それも夜桜姫にヤンタンサイコパチさん、俺もその一人俺が飲むのノンアルノンアルノンアルじゃ意味がねえんだよな、でもニャンまだダメよ、うん、まああのゆうママさんノンアルまずい、まずいゆうママ大人の意見ね、それね確かにそれはわかる、でもうちでも実家、うちの実家は最近親父がノンアルなんだよね、夜桜姫にヤンタンサイコパチさん年齢的問題でノンアル、うん、あの年齢的問題というかあの君まだあの未成年だからね、うん、あの法律に引っかかるんだよ、うん、ゆうママさんうち下の娘飲むよ、マジか、ああの土曜日行く最初の男の子の家ね、ばあちゃん飲ませてるって、ダメちゃん、え、こん、夏希？名前言うね。ゆうママさん、一緒に飲んだことある？ああ、俺酒は、あ、腕手術したのもあっからだけど、その傷が家でからだから、俺お酒飲み始めたの22、3だね。それまでやっぱ腕の傷まだ塞がってない時だったから。あのアルコールはダメですって言われてた人、うん、ゆうママさん正月クリスマスとかイベントの時だけね、あまあそういう時ならわかるよね、うん、夜桜姫にヤンタンサイコパチさん小さい時にビール飲まされたからじいちゃまに、新兵さん飲まされたことある、あ見かけちゃまあるんだ俺ないな、俺初めて酒飲んだのほんと二十歳過ぎてから22、23、ゆうママさん友達連れてきて家の中ならうって飲ませた、わ
夜桜姫にヤン単サイコパチさん2歳の時からビール。うーん、それまずいね、それはまずいね2歳の時からビールっていうのはまずい本当に。うん、ゆうママさん、私中学生。マジか。夜桜姫にヤン単サイコパチさん、オレンジジュースって思って飲んだから左向きの三角。うーんとね、新さん、赤ワイン飲まされた。ゆうママさん、コークハイね。わお、え、みかげちゃん、それって日本でイギリスでどっちでまあほら国によってはさ、飲酒 OK の年齢が違うから、一番低いところだと16歳とかなんだよ。新芸さん、フランスです。フランスかフランスは確かね。夜桜姫にヤン単サイコパチさん、赤ワイン美薬効果あるからウッチな気分になるとか聞いたことある。日本のね、高校生にあたる年代で飲めるはずなんだ確か。うん、赤ワインね、うん、なんかそういう話は聞いたことあるけどね。ユーママさん、コリアン0115、それ本当？うん、なんかね、もう俺も聞いたことあるそれ。うん、夜桜姫にヤン単サイコパチさん、アットシーキヨ0211なんかどこかで聞いたことあるんです。新芸さん、うん、飲んだの5歳。すげえなおい5歳かユーママさん、体にはいいって聞いたことことはあるけど。うん、体には確かにいいんだよ。夜桜姫にヤン単サイコパチさん、俺赤ワインでカンタで飲んでた高一の夏。ワインでカンタで飲んでた、ちょっと分かんないけどね高一の夏、ね、まずいね。うん、夜桜姫にヤン単サイコパチさん、中2の時がピーク、そから落ち着いた今現在。ああ、そうか、落ち着いたんだね。そんでもね、俺知ってる話ね、卒業式間近かな、高校3年生の子がね、なんか友達同士で飲酒してたんだって。でそれをツイッターに載せたんだって。当然学校にバレるよね。ゆうママさん、時間。あ、了解です。ね、当然学校にバレるよね。ツイッターに載るからね。世界中に発信されるから。それで、卒業間近に定額食らったやついる。夜桜姫にヤン単サイコパチさん、車の運転したいから飲む気ないなって思ってる。ああ、それはいいことだ。うん。確かに飲酒運転は良くないからね。てかダメだけどね。新芸さん、飲んだ後少し経ってお母さんとお父さんにめちゃくちゃ謝られた。マジか。すぐ酔いぶわーって回ったでしょ。だって多分お母さんとお父さんが謝ってきたんだ。めっちゃ謝ってきたんだ。夜桜姫にヤン単サイコパチさん、俺謝られなかったな。その違いは何だろうね。本当に気になるところだけど夜桜姫にヤン単サイコパチさん、もっと飲むかだった。ダメじゃんそれは。ダメだよあんた夕ママさん、了。あ、了解です。夜桜姫にヤン単サイコパチさん、うんって言ってた2歳の俺。ダメやんそんなあかんそれは。はい、ということで、40秒前かな、になったけども、もうねさすがに寝るもうさすがに寝る。リンリンがもう寝そう。夜桜姫にヤン単サイコパチさん、そのおかげでビール平気。羨ましいな俺ビール飲めねえんだよあのね、さあ、もう時間なので、ガチで終わりにします。新芸さん、いつも静かだったのにいきなり家族の中で一番うるさくなったから。マジか。夜桜姫にヤン単サイコパチさん、お疲れ様。ゆうママさん、私も無理。あ、無理な人は無理なんだよね。はい、じゃあ、また明日明けますので、お疲れ様でした皆様。それじゃあ、良い一日を